ならバナナ。お化け怖いよ。お化けより人間の方が怖いよ。よく言いますよね。っていうわけでストーカーに関する企画です。はい、もし女子メンバーがストーカー被害に遭っていたら、あれ買ったことあります？ないけど、ファンの子ピンポン来たこと。ファンの子ピンポン、ファンの子ダメですよ。ダメだよ。ダメですよ。ダメですよ。電車でストーカー被害ありました。あ、言ってますね。ガチのはないわ。私たち、まあ、可愛い子勢ぞろいじゃないですか。ありがとうございます。正義正義正義、リピートアフターに、フォーエイド女子メンバー可愛い可愛い可愛い。インタビューにストーカー被害に遭ってることを男子メンバーに伝えたら、男子メンバーはどう反応するのか、神対応してくれるのか、うん、1段階ではあるヒロイカのインターホンの写真をご用意しております。結構だもん。そう、これを立てして、最近ちょっと、ストーカーがピンポンしてくるみたいな感じの話をしていきます。で、とはどうしようって言ってくれた後、しちゃってるメンバーの他のメンバーが、ショートメッセージ。はいはい。SMS のメッセージで、電話番号で送るメッセージを送ります。知り合いから教えてもらったんだけど、アミカちゃんだよね。怖すぎて。事務所の写真撮ってくるんで、それをさらに送ります。今、事務所の前に。だんだん近づいてきて、最終ピンポンさせていただきます。その時男子メンバー守ってくれるのか、それともはたまた男子メンバーがビビるのかっていう、どっちもありそうなんで、ちょっと今回ね、仕掛けていきたいと思います。はい、神対応見たいよね。見たいな。やっぱり女子は守られたいの。守られたいな。なので男子メンバー守ってください。じゃあ早速やっていきましょう。せーの、レディーゴー。お疲れ様。トツくん、ちょっと相談なんですけど、うん、最近ちょっとなんか軽いストーカー被害にストーカーに遭ってるんですよ。アミカのこれ自家？あ、そうだ、うん、全然面識もないんでめっちゃ怖くて、うん、お母さんに相談したそれ？あ、相談しました。え、でもこういうなんかストーカーとかってあります？ストーカー被害、男性はやっぱ少ないんちゃうかな。え、なんか逆に女の人にされるとかあるんですか？ないよ、そんな全然ない。だから女性の方かな、やっぱそういうの。女性の人かな。ん？なんでなんでこれ電話番号知ってんの、この人。知り合い？誰？電話しようか。いいんですか？よ、電話。あ、じゃあこっちでかけろ。あ、ありがとうございます。おお、切ったな。ちょっともう一回電話しよう。番号違うんですか？うん、まあけどあっちも多分出んだろうな。え、怖い怖い怖い。あ、いいよ、その方が早いわ。どういうことですか？会いに来るんやろ。その時に言ってあげるわ。じゃいいんですか？うん、全然いい。電話関係ある、すぐ電話がいいじゃん。了解です。進む。でもなんか電話かけてこないのも気もくない。いや、またなんか多分感づいたんちゃうかな。です。ちょっと今日はしときや。いや、その方が早くない？いや、何してくるか分かんないですよ。心配してるんで、そのために俺筋トレしたから。かっこいい。来た時に俺、だからもうホテル別に。うん。よ。怖すぎ。大丈夫大丈夫。外国人のマッチョじゃなければ勝てるから。外国人が俺ちょっとアミが会いに来たって言ったら、通訳のその時ちょっと俺警察呼ぶ。自分でなんとかなりそうな人やったら対応するけど、でもこういう時ってもうさっき警察じゃなくてですね。まあそれはやっぱ示談で済むんやったらそっちの方がよくない？別に多分あっちもファンやから傷つけたいとかそんなタイプではないかもしれんや。そこはもう話して普通に。ガチで来てるんですけど、あれこれって怖い。
たつくん、私の携帯に鬼電してきましたけど。鬼電しました。ごめんなさい。私の携帯に鬼電来ましたけど。鬼電来ましたけど。どっか、俺 LINE しか知らんから。そう。ああ、怖い。えんちゃん追加してたら、じゃあ分かってたってこと。そういうことです。頼もしすぎましたよ。あ、ほんまに。そう。だからずっと、非常階段で。ジップ、ジップして。しつこいな、こいつって。いつ終わんねん、いつ終わんねんって思いながら。ドッキリでした。いや、何も普通にしてないけど、マジで来るんだと思ってた。けど、外国人が来てたら死んでたみたいな。あー、はい。まあまあまあ、けど良かったです。ありがとうございます。皆さん気をつけてくださいね。山は気をつけてください。以上。オッケー。以上。もう懐かしいの持ってますね。はい、最近ハマってます。吉野さん、質問しよう。何がどうしたんですか。あ、すいません、ちょっと申し訳ない、めっちゃ申し訳ない、ごめんなさい。いいですよ。たぶんさ、一回家に服とか来たことあるチャンスでもさ、ありますよね。全然ストーブじゃないんですけど、はい、ストーカーに会ってて今おぉどうしたらいいか分かんなくて。ないんですか。ないんですよ。そうで、なんか最近その変なメッセージが来たりとか。おー、男性の人なんですけど、普通にそれは嫌やな。そう、捕まえましょうか、俺が捕まえる。カメラ回して、はい、N 氏密着企画で捕まえて、そう、捕まえると、はい、で俺も正直わかんないですよ。ああ、一応聞いていますわあ、どういうこと。知り合いから教えてもらった。誰。電話かけたら言っちゃいます。あ、はい、全然かけてもらって大丈夫ですけど。顔見覚えとかないんですか。全然ない。マジか。無理やねんけど。うわ、何家に。家だと思われてるんちゃいます。でこれ家くんの普通にしんどいな。今からお家。今からですか。今から捕まえましょう。で、証拠のカメラ回しといて、ドア乗せるとかじゃなくて、俺すぐ行った方がいいっすわ、絶対。はい。だって来るって言ってんの。こういう時大丈夫なんですか。そうなんでしょう。え、こんな初めてか。それは初めてです。メッセージ初めてです。バリキモいな。とりあえず、マネージャー呼んで。そうですね。はい。はい。はい。おう。はい。おう、どうした。もう着去した。ちょっ、私の携帯番号着去した。だる。え、私の携帯番号着去した。そうするやん。着去してください。うわー、今から M 氏に、今誰か来んねん、うん、誰かがね、うん、誰か知らんけどね、誰か来んねんから、うん、ババさんとか、うん、ママさんとか、うん、エンちゃんとか連れてみんなで行って、うん、とりあえずもう話し行こう、うん、っていう状況やねん。私私のストーカーエンちゃん。そう、私。いや、そんなわけないよ一回あっち戻ろうか。はい。話しかけないの。持ってくれてありがとう。話しかけないの。お疲れ、お疲れ。NHK のあれとかじゃないですか。でも怖いから出えへんわけよ。あ、まあそうっすよね。で、めちゃくちゃ。これは怖いよな。これ言うときってどうしたらいいの。俺やったら何。あ、もう出るタイプ。俺出る、うん、俺お父さんになるやん。出てよ。父ちゃんあったら出てよ。一応一人暮らしやからさ。あ、まあそうっすよ。出てさ、何かあったら。それ怖いな。それ怖いな。
キモ、え、マジ、え、今これって何や、今送ってるよってこと。うわ、キーモ、記録つけてるよ、ありがとう、返信待ってるよ。電話する、せいやろ、また送ってきてんねんけど。うわ、リアル、メッセージで送るのめっちゃリアル。私、若葉してるな。俺知ってる。でもそれ以外多分教えてるはずやろ。あぁやめろや人が真剣に悩んでる。いや、せやんな。電話番号知ってるところちょっと気持ち悪いな。電話番号かけてみる。あ、俺の方でと、うん、出るのはいい好き、ね、うん、向き悪い私え、なんか、いや、もう見るからにおじさんの文字、おじちゃんや、おっちゃんの文字。なんで私の本名知っとるの。おっちゃんや、俺は嫌や、めっちゃなんかけよ。めっちゃ出る。いや、まだ、あ、ボケ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 かけてみる。ちょ、これ次第、これ次第。090 090スタッフさんにいたほうがいいじゃん。おかけになった電話をお呼びしましたがお出になりません。この電話番号絶対あっとる。もうかかったから。僕寂しいよ。ねえ、知らない人から電話来たよ。何したの、もう会いに行くんだから。えー、こ、うん、ちょちょちょうわぁ鍵は閉まってる。エンちゃんって呼んだ方がいい？呼んだ方がいい？それとも気持ち悪い、気持ち悪い、ブツブツいっぱい出たわ。今気持ち悪い。守ってくれた、守ってくれた。いや、めっちゃ守った。若葉はすごい男らしかったけど、若葉が電話だけようやった。初体験すぎてバッチョかったよ。ドッキリです。キモいよな。ドッキリです。もし女子メンバーがストーカー被害に遭ってたらどうなります。またお会いしまーす。女子とかじゃなくて俺らもやめてやろうとしてる人。大変申し訳ございませんでした。びっくりした。じゃあ終わらんドッキリ久々だな。この動画がいいと思ったらチャンネル登録、高評価、コメント、よろしくお願いします。とりあえず今日はここまで。